さてと、いらないものを売っ払って、今、ニューアトランティスの商業地区かな?商業地区に行って、玉とか結構使っちゃったんで、玉とかも買い増しして、したんだけど、めちゃめちゃ強力だったこのブリッジャーって武器、玉もあんまり売ってないみたい。どっちかというとグレポンみたいな武器なのかな?こういう照準はついてるけど、最強の敵が出てきた時に使うのがいいでしょう。あと手に入れた船、シールド値がちょっと低いから改造しようとしたんだけど、どうもシールドを追加で強化できない母体らしくて、だからミニガンとかは強化できるんだけど、だから当面の目標は今クレジットもまた10万クレジット近いから、24万ぐらいの、側が赤い、例の船、欲しいかな。さて、じゃあ、とりあえずメインやっていくか。メイン今3つあるんだよな。バレットのこと気になるから、これやるか。バレットに関する情報がない。ベクテラから撤収する準備を進めていた。現地行って調査。ベクテラ。あ、ナリオンか。アルゴスエクストラクターズの採掘拠点。ここに行こう。あ、お久しぶり。ああ、戻ったんだね。リン、リー、バレットは、リー。ちょっとやめて。バレットみたいなのは一人で十分。似たようなのが訪ねてくるなんて勘弁して。はい。あんたたちのいない間にまた海賊がやってきたんだ。今回は前ほど運が良くなかった。ああ、すまないリン、知らなかった。当たり前でしょ。ここにいなかったんだから。とにかく、私はバレットと一緒にコンテナの後ろに足止めされてた。弾丸とレーザーが飛び交い、あののんきな顔からも笑顔が消えてた。戦いに出る覚悟を決めてたら、あのバカが肩に手を置いた。ここにいろ、リン。私に任せろって。お。次に気づいた時は、海賊が二人死んでた。そして、あいつは三人目にヘッドロックをかけてた。そいつに銃を突きつけてこんな風に言ったんだ。とっととしないと、ニュートンの第三法則をこの男の側頭葉で試してやるぞって。その時だった。奴らはヘラーを連れてきた。そこまでは順調だったんだな。私には何も聞こえなかったけど、人生で一番長い10秒の後に、バレットは手を挙げて、二人とも海賊の船に乗せられたってわけ。それが二人を見た最後。バレットとヘラーを探そう。グラブジャンプでどこに行ったか見当もつかない。探すつもりなら止めはしないけど、見つけたとしても生きてる可能性は。結局連れ去られてしまったと。また海賊来たんだ。というかよく、もはや顔も見えないこのヘルメットをしてる状態でよく私がビッグボーイだと分かったね。通信コンピューターを直す。あ、ゼロワイヤこれはエアロックじゃなくてスイッチ型なんだ。スイッチ型のエアロックなんだ。どれだ?ちょっと中コタコタなんだけど。あ、会場か。待て、なんか横にスイッチあるよね。パワーセル。
解除するか。ああ、そうそう。今ちょうどスキルポイントが溜まってて。ピッキング。マスターピックできるようにしようか。そう、実はマスターピックなんだけど、龍神インダストリーズのマサコの部屋。マサコの部屋にある金庫だけ唯一マスター要求だったから開けられなかったんだよな。今度開けに行こうっと。あ、デジブック。電力が届いていない。あ、さっきのか。これストレージ。音声通信？緊急通信01。こんな面倒に巻き込まれるなんて。静かにしてくれないか。県外になる前にグラブジャンプの演算を済ませたい。県外って何の？ベクテラのセンサーアレイの県外だ。続けてくれ。星系から出てしまえば帯域は即時通信からほぼ繋がらない状態に一変するからな。あそこに通信を繋いでどうなる？リンに完全に失敗したって伝えるつもりか？リンは船さえ持ってない。銀河にいる私のファンの希望を見くびっているようだな、ヘラ。そのうち一人ぐらいは間違いなく現れる。このハンサムと再会したいあまりにね。もうダメだ。おしまいだ。よし、行けた。これを見つけた誰かへ、通信のメタデータに生還座標を添付しておく。救援を求む。繰り返す。救援を求む。犯人任せな。生還座標がセットであるならいけるな。母乳の船とともに。それであのコンピューターを復旧できたの？復旧させてはいないけど通信を見つけた。見せて。面白いわね。生きてるって分かってももう二度と会いたくない。分かった。通信に組み込まれてた位置データを送信する。オッケー。一緒に行かないか。いや、いいです。ありがとう、リン。アルゴスが私を迎えに来るまでまだしばらくかかる。それからこの先あんたに何か困ったことがあった場合だけど、私も転職を考えてるんだ。もうそろそろアルゴスを離れる頃かもしれない。おう。あ、リンをクルーに誘うってある。あ、ちょっと、あー、誘っとく？うちに転職してもらう？リンさん、忙しそうだね。有能な旅の仲間が必要だったら相談に乗るよ。アルゴスとの契約も切れるし、気分転換がしたかったの。そっか、人によってはこんな風に能力値が表示されてると。はい、いいよ。仕事は何だって構わない。必要とされるところに行くだけ。あ、来た。クルー管理。へえ。リンの配置をレイザーリーフに変更しますか。あ、レイザーリーフってのは今の船のこと。サラもレイザーリーフに配置できんのか。あれ、これ自分のお家は拠点としてカウントされてないのか。じゃあ私は仕事に戻る。これ船に配置させておいて何をしてくれるんだろう。わかんないけど。じゃあバレットとヘラを捕まえた海賊船にたどり着けそうな座標を入手した。ヴィラム 0.12G 超極寒。墜落した船ってある。おっと、あれは
ですよね。やり方は知ってる。応答せずに叩きゃいいんだ。賞金稼ぎね。発砲する前の好きにすればいい。やべ、ちょっと遠いな。ま、前の賞金稼ぎほどレベルは高くない。遠いな、こいつら。当たってる。ミサイル。標的のジャンプシステムがダウン。はい、さよなら。あとは、いた。あ、こいつら兵でもないな。敵が推進力を失ったわ。こいつらの腕はいらん。さよなら。指名手配。これ、私の指名手配の紙か。これ、あんまり接近しなくてもある程度近づけばアイテム拾えるっぽい。このくらいじゃダメ？もうちょっと近づく。ベリリウム。指名手配とな。メモ。待って。さっき確かに指名手配ってなんか拾ったよな。手持ちにないんだけど。どういうこと？まあいいや。こいつら金目のもの大して持ってなかった。着陸。これで着陸して、パーティーとして同行させるかを決めれるんだろうな。多分今は船内にいるんでしょう。で、極限の低温環境。お？どこの船あれ？あれ？お、降りるのかあれ？え、ちょっと気になる。これ今まで来た惑星の中で一番ふわふわしてるな。ブーストだけで移動できちゃうかも。どこの船あれ？めっちゃ気になる。あ、人が見える。どこの連中だあれ？多分ならずもんだと思うんだけど。紅の海賊？まさか。ちょっとね。こういう時はね、唯一のヘルメット。カメレオンヘルメット。あ、ちょ、目立つ。は？誰あれ？仲間？スペーサーや。やっちゃうか。ちょっと遠いな。気づいてないぞ。こっちのね、この死人の死にくさ、カメレオンヘルメットによるものなのかはわかんないけど。はい。あ、あれ？船だけ帰りやがった。そんな。スペーサー大したもん持ってないんだよな。しかもハンドガンの弾持ってないんだよな、こいつ。ズワー。え、なにこれ、ヘッドハンター。めっちゃいいの持ってるやん、ラッキー。こういうレアアイテムのドロップ確率って
どんなもんなんだろう。ただヘッドハンターはマンティス用のヘルメットにもついてんだよな。違いは酸素消費量と人間の敵から受けるダメージがマイナス15。よくね、こっちの方が。でも見た目はこっちの方が統一感はあるんだよな。つうか多分あそこもステルスだろうし、カメレオンヘルメットしとくか。よし、行ってみよう。これ墜落した船だね。人影はない。コロツキもいない。中か。ああ、いた。ヘラ。おっと、あんたか。海賊がとどめを刺しに戻ったのかと思ったよ。俺にも月が回ってきたかな。大丈夫？いや、いい。大丈夫だよ。ただ、鎮痛剤や吐き気止めの薬が体中を巡ってるから、あんまり動かないようにしてただけだ。まったく。あの海賊の船に乗せられた時は肝が冷えたね。バレットと来たら、すまんな兄弟、俺が逃がしてやるから信じろって。それでは墜落した船の説明がつかない。確かに。ああ、今から話すよ。あいつは喧嘩してるふりをしろって言ったんだ。どっちかが殺される前に止めなきゃいけないって、海賊に思い込ませろってな。あいつが、このガキは殺人鬼だ。こんなに白く輝く歯からどうやって身を守れってんだ。顔を食いちぎられるって叫んだのを覚えてる。まさか通用すると思わなかったけど、奴らはやってきた。それで突然、連中二人とのレスリングが始まった。ワレットが相手の銃に手を伸ばして。撃ってはいけない人を撃ってしまったと。ご名答。パイロットをフライトコンソールごと真後ろから吹き飛ばした。高層ビルから落ちる岩みたいに軌道から真っ逆さまだ。俺は気を失って気づいたらあいつがいたんだ。お楽しみを逃したなヘラ。せっかく助けようと一仕事してやったのに気を失っちまうなんて。それからあいつは指を銃に見立てて。そんなに語んなくていいんだけど、結論だけ話してくれ。ああ、それから先に話しとくべきだったな。で、船が現れてめちゃくちゃ興奮したんだ。でも、紅の艦隊の船だって気づいて興奮が一気に冷めたよ。そしたらバレットが、大丈夫だ、任せておけって。俺の興奮はすっかり冷めたね。あいつは奴らに何かつぶやいてそのままどっかに行っちまった。ああ、捕まったのかな、また。俺は朦朧としてたけど、多分、ああそうだと思う。グラブジャンプする前に船からの信号を拾った。多分バレットだろうなあ。俺もついてくべきだよな。他に誰も来そうにないし。アルゴスに戻した方がいいか。おそらくアルゴスはこの剣を全部揉み消すだろう。まずは自立しろ。ああ、ただしばらくは重機の操作を頼まないでくれよ。ちょっと待ってくれ。出発の時は知らせてくれ。この人もクルーになっちゃってくれるんだ。この船は、この船は入れなさそうだな。入ったところで何もなさそうだな。はい。エラーがついてきて、で、また緊急通信が、これだ。紅の艦隊に随分手間をかけさせてくれたな、バレット。おい、攻撃
を生き延びたことのどこが手間なんだ。単に反撃しただけだろ。おいパイロット、腕をもう少し左に向けてくれないか。コンソールが見えない。動くな。やつめ、ここの座標を知ろうとしてるぞ。おそらく軌道上にいる間はこの会話も送信している。ああ、見たらわかると思っていたがな。わかったわかった、銃を下ろしてくれ。落ち着くんだな。私の網膜はコンソールから離れ、窓の外に広がる素敵な宇宙空間へ向けられている。縛り上げろ。基地に戻ってからじっくり楽しんでやる。はい、ベッセル3。ヘラは船に乗せられるよね。まずはベッセル行くか。なんだ？何やつ？あ、なんだ？何を攻撃してる？わかんないけど倒そう。はい、OK。バルーンの火も、なんだそりゃ。あ、やるじゃないか。応答してくれ。ちょっと興奮しすぎたか。ほとんどのパイロットはあの状況を見て飛び去っただろうに、借りを返す方法はあるか。自由構成警備隊か。お、よし、協力に感謝する。以上だ。あ、修理してくれた。まあいいや。資金回収して、で、ここが、ピアッツィ3で、あれでいいのかな？ん？宇宙船の残骸？ベッセル3だよな。これ、ややこしいな。これ、マップ上で見たら一つの、星形があるようにしか見えないのに、重なってるんだ。ほとんど同じ位置に。ベッセル、こっちだ。ほぼ隣。グラビティジャンプ。こういう風にね、いくつかの星形がほとんど同じ座標に重なってることがあるんだよな。ちょっとこの辺のマップ上の操作がしにくい。いいジャンプね。やるじゃない。こっちがベッセル。ベッセル星形。月みたいだな。宇宙服なしでここを歩き回るのはイカれたやつぐらいだな。ヘラ、話をしに来たのか。もういいか。ヘラ、船の中に連れて行けないかな。受けたんだ、やるよ。ヘラいた。ボス、見てくれ。あんたにあげるよ。あ、いいんだ。こんなのも何かの役に立つかと思ってね。他のクルーにも見習ってほしいもんだよな。また気に入りそうなものがあったら知らせるよ。いや、ベンゼン。そうですか。世間話でもしに来たのか。いいけどよ、俺抜きで採掘には行かないでくれよ。投稿していない。よくわかんねえな。多分船の定員は2人なのかな。さて、バレットを助ける。ここも多分超低温環境。 1.12G 不毛地帯。基本なんもないな。